はい、皆さん、こんにちは。オルキヌスです。本日もご来場いただきありがとうございます、えー。今日はですね、バンドリの映画を見てきたんでね、その感想をね、喋っていこうかなと、久しぶりに映画感想の動画を撮ろうかなと、えー、思います。で、まあ、あの、サムネと、あの、動画のね、タイトル見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、バンドリは知らないと、全くの初見でね、えー、見に行ったんですけど、まあ、見に行った理由としてはですね、 ブシ、まあ、ロードが、えー、今年上場したから <laughs> なんですね。まあ、ブシロードの、えー、株買うにあたって、あのー、株を買うということは経営者の一人になることであるっていうのをね、なんか子供の頃読んだあの父親の書斎にあったね、あの本に書いてあったんで、あ、そうなのかと思って、で、ブシロードっていう,いう企業は知ってたんですよ。あの京浜東北線に乗ったら上野とかあの秋葉原とかの 駅の、まあ、電車内からあの大きい看板見れるじゃないですか。で、ああいうので、ブシロードの名前は知ってたし、アニメの提供にもブシロード出てくるから、まあ、キーをしてたけど、どんなコンテンツあるのか知らねえなと思って、じゃ、とりあえず自社コンテンツ知るかと思ったら、調べたら、ま、バンドリーが、ブシロードがやってるってことだったんで、あ、じゃあ映画見に行くかと思って、えー、今日見に行ってきました。で、まあ、映画、ざっくりとね、最初、 なんか感想、内容は喋らず、とりあえず映画としての感想を言うと、映画というよりは、えー、ライブって感じだったね。映画であって映画でないというかもう映画じゃないよ。ライブビューイングであれはもう。うん、なんであの、本当音響設備がいい映画館で絶対に見るべきだと思うし、僕はあの完全に初見だったんで、あの通常会でゆっくりとあの見させていただいたんですけど、ファンの人だったら 絶対に応援上映で見た方がいいと思います。あの、応援上映の方が多分通常回と同じか、それよりも多く、あの、設定されていると思うんで、大きい劇場だったら。だから絶対に音響設備が良くて、さらに応援上映でファンの人は見た方がね、いいと思います。あの、ツイッターで感想を見たらね、全編 MV とか通常がいらないみたいなことも、あの、あったりしたんですけど、まあ、あの、あの、 僕はね、あのー、作品を知らなかったんで、とりあえず、あのー、まあ大丈夫かなと思って映画見る前にバンドリのホームページでキャラクター一覧のところは見ていったんですけど、あの作品知らなくてもね、あのー、最初にバンドとキャラの説明があるから、まあ安心して見に行けるし、あのー、初見の人とか初心者の人にもね、優しい映画になってると思います。特にあのー、初見とか初心者にはうってつけの作品だと。 思います。この、あの、バンドリという作品を知る上では。うってつけであり、さらに、これから入るべきなんじゃないかなって思います。それぞれのバンド、曲、キャラクターの名前とか、一通り知れるんでね、映画全部見れば。なんで、まあ、僕としてもね、結構いい、かなりいい映画でしたね。はい。というわけで、じゃあ、内容の方、喋っていこうかな。まあ、最初の方は、ネタバレなしで喋っていこうと思います。まず、バンドリという作品知らなかったんで、 キャラが、ね、3D だとは予告編見るまで予想してなくてびっくりしたんですけど 3D のモデル良くてあの結構出来よくて綺麗にできてましたねであとはライブ,のライブ演出、まあの紙吹雪とか炎とかの演出があったんですけどそれが丁寧で綺麗で美しかったですで、まあ、内容を言うならば全編ライブあの最初言った通り 全編 MV らしいっすよ。あの、知ってる人からすれば。あの、ストーリーとかあると思ったんですよね、僕は。なんか、今日がライブの前日だね、みたいな話があって、ライブ入っていくのかなと思ったら、それがなくて、もう最初っからメンバー紹介終わったらいきなり合同ライブが始まったんですけど、でも逆にそれが良かったかなと。まあ、初心者の人だったらね、メンバーバンド曲知れるし、なんかストーリーあるよりは全編ライブで。 ライブビューイングみたいな感じでやってたのがね、なんか良かったと思います、えー。楽器も丁寧に描かれていてあの、僕の中で楽器って言ったら響きユーフォニアムで、あれがすごい楽器丁寧で、僕もね、なんか楽器やってた、バイオリンをやってたんでね、あの楽器すごい丁寧に描かれていて、良かったですね。ドラムとか、ツヤがね、すごくていや、本当に楽器丁寧だし、あの、 キャラののののアップのシーンになっったた時のマイクの書き方もすごい丁寧だったしで、あとはまあ、ライブだったんですけど、みんななんか、初見で見に行ったらね、どんなキャラなのかも全然わかんなかったんですけど、みんな個性的なバンドキャラだなと思いましたね。特に、ハローハッピーワールドはすごかったな。えっとね、鶴巻さんがね、あの、ライブ中飛んだりして、カメラワークがすごかったんですよね。本当 本実際のライブっぽいカメラワークをきっちり撮ってて、すごいなと思って。で、そこで鶴巻さんが飛んだり、はしゃいだりしててるし。あと、瀬田さんはあのキャラめちゃくちゃキャラ濃くねえかって思ったし。いや、マジで、ね、なんか個性で言ったらハローハッピーワールドが一番キャラの個性が強かったなと思ったんですけど。そしたらね、クマが喋ったんですよ。<laughs> あのミッシェルが喋ってマジりビビった、ビックリしたあの。映画見る前、キャラの一覧見たんですけど、あの全体のページ、一覧ページ見ただけで、個別のページに問わなかったんですよね。だから、あのミッシェル CV 誰々っていうのはついてるのは頭では分かってたし、見たはずなんだけど、それでも喋った時にマジりビビって、しかもツッコミから入ったんですよ。マジりビビった。 熊が喋ったぐらいで、まガチでビビりまくってで。しかもツッコミでしょあれはびっくり、相当びっくりしたな。初めてで、マジでびっくりして。で、あの、映画のパンフレットね、買って、あの、さっき読んだんですけど、そしたら、えー、心、るはぐみはミッシェルが着ぐるみを着た美咲だと気づいていないんで、え、メンバーの人、中の人分かってねえのと思って。それもまたびっくりして。 あのだって、世紀末で言ったら、デーモン閣下がメンバーの素顔を知らないってことでしょいや、面白すぎじゃん、それ。あの、バンドとしてめちゃめちゃ面白いなと思ったし、さらに読み返してみ見ると、ミッシェルが着ぐるみを着たミサキだと気づいてね、いや、ミサキって誰なんだよっていうところで入って、で、ホームページにミサキなんて名前なかっただろうと思って、で、さっきあの調べたら、ミッシェルの個別ページのところ見たら、下の方に、あの、ミサキのホームページ、 あって、奥沢美咲って DJ って書いてあって、あ、そうなんだと思って。で、それで他にもわかんないから、ピクシブ先生助けてくださいってって、ピクシブ百科事典行って、あの、ああ、なるほど、こういう人が仲の人なんだと思って。いや、だったらあの、パンフレットのメンバー紹介のところに美咲さんのところ書いてほしいなと、で、思いながらね。あとメンバーで言うとね、あの、僕が映画を見る前に、あの、 ホームページ見たときにですね、あの好きな食べ物も同じ、僕と誕生日も同じっていうメンバーの人いて、あ、じゃあこのお姉さんだ。俺とりあえずこのお姉さん最初に注目してみようと思って、まあそのメンバーの人を最初ね、中心に見てたんだ、見てたんだけど、まあみんな良かった。みんな素敵だったよ。<laughs> それ以上に言えることがない。みんな個性的だし、キャラ立ってるし、みんないいなって思いましたね。 で、バンドで言うとね、なんか、とりあえずバンドがあるから、なんか5つか、一二三四五五つのバンドあるから、どこ、なんか押してくのかなとか、なんか考え、見ながらね、考えてたんですけど、まあ、俺はどこかな、と見てた。どこも良かったんだよ、曲。セットリストがね、あの、パンフレットの1ページ目にあるんだけど、どこも良かったし、でもそれでも、俺はロゼリアが一番好きかな、なんか、 初めて見た時に、なんかね、どのバンド見,見た中でも、えっとね、なんかキャラの可愛さとか、なんか曲とか、そういうのじゃなくて、衣装で好きになった、まず。この衣装すごく素敵で、綺麗で、なんか夜景を見た時って、綺麗って言うんじゃないですか。あんな感じの綺麗で、あ、俺、このバンドオわって、で、曲も気に入ったし。曲、 言うとあれネタバレになっちゃうから、それは後半の方で言おうか。だけどなんか衣装は素敵だなと思って、じゃあ俺はロゼリアを押していくことになりましたと。でね、ロゼリアの時にね、曲でキーボード触れる手があったんだけど、そこがリアルすぎて実写かと思って、ああ、ま、いや、マジでえっと、いや、あの、シーンが暗かったんですよね。あの、演出で。暗いから手がマジで実写かと思って、本当にそれぐらいリアルで、 3D モデル良かったし。で、その、えっ、ー、とね、キーボード、ピアノ担当で、衣装を担当してるのが白金さんらしいと。ほう、なるほどね、みたいな感じで、そんな感じで、全編ライブで曲ずっとやってて、楽しかったですね、この映画見てて。こういう映画あんまり見たことないから。あのー、パンフレット読んでもめちゃくちゃ面白いんですけど、ただ一つだけね、苦情を言わせてほしいんだけど、 パンフレットにね、スタッフクレジットがないんですよね。そこちゃんとやってほしいあ。あの、俺は映画好きなんだけど、スタッフクレジットって映画のエンディングの時全部見れるわけじゃないから、だから絶対につけてほしいっていうのはあるんだけど、載ってなかったのね。実写映画だと絶対あるんだけど、そこだけちょっと苦情を、あの、武士ロードの方に申し入れたいんだけど、 制作振興の人3人いて、制作進行補佐が1人での合計4人で制作進行やってたんだけど、その人たちね、名前載ってないわけよ。スタッフクレジットないから。やっぱり作り手にはね、僕たち見てる側人間は敬意を表したいし、あの、彼らが作ったものをね、あの、ちゃんと残すっていうためにも、彼らの名前をね、あの、ちゃんとスタッフクレジット載せて、あの、欲しいなと思うんで、えー、よろしくお願いしますと、えー、言いたいなと思います。 というわけで、じゃあ、ちょっと、うん、どうしようかな。こっからネタバレに入るか。うんとね、じゃあ、はい。ネタバレつっても、もう10分経ったから、ちょっと、少しだけ言うと、えっとね、ロゼリアのブラックシャウトがめちゃくちゃ気に入ったかな。ロゼリアがね、の曲で、まあ、ファイアーバードも。 気に入ったんだけど、それ以上にブラックしちゃうとかね、すんごい気に入った。俺がね、プロ野球選手だったら、登場曲にするなっていうぐらい、本当に気に入ったんでね。なんか CD 多分あるだろうから、買おうかなと思います。で、あと、気に入ったところは、控室に引き上げるシーンか。この、ああ、先言っとけばよかったな。なんか、これ、セカンドシーズンの映像を集めてるらしいんですよね。なんか、 えっとね、プロデューサーの松浦さんの話を見る感じだとそうらしいんですけどね。あの、控室に引き上げるシーンが良くて、それはなんか松浦さんがあるアーティストの映像を見たときに、なんか印象に残ったらしくて、それでやりたかったっていうことらしいんですけど、いや、あのシーン本当めちゃくちゃ良くて、ワンカットでめちゃくちゃ長いんですよ。で、ああなるほど、あライブ感あるわーっていう映像でめちゃくちゃ良くて、ただスタッフさんはなんか、 インタビュー見てる感じだと大変そうだったらしいんで、お疲れ様ですと言いたいなと思います。本当にね、あの、控室に引き上げる演出、すごく、すごく綺麗だったし、なんか、あの、可愛く仕上がってたなと思います。というわけで、まあ、ネタバレも、ここまでかなそう、前編ライブやってたからさ、特になんか言うこともなく、楽しかった。とにかくライブ感覚で楽しかったし、初見の僕でもね、すんげえ楽しめた。 あの、100点満点の映画だったと思います。というわけで、えー、映画感想はね、えー、この動画はここまでにしよっかな。というわけで、えー、本日もね、ご来場いただきありがとうございました、えー。また次の映画の感想動画でお会いしましょう。ありがとうございました。